こんばんは。358回ですね。9月4日7時になりました。今日の松代なんですけども、予想最高気温が27度でしたかね。27度なかったですね。まあこれ長袖着てても寒かったですね。ということでね、今日ちょっと体調も悪くてね、慌てて帰ってきたりして、ね、今日夕刊持ってくるの忘れちゃった。社会の気温は上がりませんけどもね、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、アクトラスレコードの歌手ですね。歌手さんってことだな。歌手古畑健二さんにおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。かっこいいですね。ありがとうございます。さすが歌手、素晴らしい。はい。ところで古畑さん、はい、そのデビューされて10年ということなんですけれども、はい、おかげさまで早いもので、もう今年で 10周年を迎えることができました。うん、これも一重に応援していただいている皆さんのおかげと、日々感謝しております。そうですか。ありがたいことです。古畑さんも出身は松代なんですか？はい、実は僕自身は、松代ではなく篠ノ井出身で、実はうちの産んでくれた母親が松代、西条という、あ、違う、東寺というところで生まれ育って、だから遠回しに行くと古畑健二も、松代出身かなという感じではありますけど。そういうことですか。はい、ということで結構松代においでになって歌われてるんですね。はい、おかげさまで、近いもんで、何回か松代の方でいろんな場所で歌わせていただいております。うん、あ、そうですか。いろいろ松代に、ね、おいでいただいてるんですけども、はい、結構記憶に残っているそのライブ会場とかコンサート会場ってのはあるんですか？そうですね、松代でもスナックさんとかいろいろね、会館、いろんな介護施設等で歌わせていただいてるんですけども、毎回感じるのは本当に松代のお客さんという、お客さんは皆さんこう人情のあふれる、本当に一生懸命歌を聴いてくれるという、そんな風土のある町ではないかなと、歌うたんびに古畑健二痛感しております。そうですか。非常にいいお客さんたちがたくさんおられまして、松代に、ね、なんかどの仲良しクラブとかってあるとこでもなんか、はい、アクトユン様じゃねえや、ライブユン様か、歌っていらっしゃる、やらせてもらっております。実は東原町に仲良しクラブという同好会というかね、会が集まりがありまして、そこで毎年、夏に、ステージを用意していただき、そこで、そうですね、もうここ8年ほど続けて歌わせていただいております。素晴らしいですね。ありがたいことです。松代には他にはどこかあるんですか、その記憶に残ってるようなところは。そうですね、介護施設さんで歌わせていただいたときに、涙を流して聞いてくれたお年寄り、おじいちゃんおばあちゃんたちのことが今でもこう脳裏から離れず、それを励みに頑張って歌っておりますけど。そうなんですか。はい、なんかそのカラオケ大会の審査員もなんかされてるそうなんです。そうなんです。柄でもなく何回かね、審査員という大役をやらせていただいて、おかげさまで揉め事もなく無事大会何回か無事終了しました。審査員というのはその大会の歌の、審査するんでしょ？そうです。審査とゲストで歌わせていただいたり、はい、両方楽しませていただいております。そうですか。それいつ頃その歌手にね、はい、歌手っていうことなんだけど、いつ頃この歌手を目指したというか。そうですね、もう小さい頃からなんか母親に言わせると、お前は歌が好きだったっていう話はよくしてくれましたね。だから多分その頃から、まあ歌手というそんなに大きな目標はなかったんですけど、多分歌は好きだったんではないかと思います。お母さんが好きで、はい、お母さんが好きで、それで歌手になったと。そうですね、歌手に本格的になると決めたのもやっぱり母親に、普段あまり親孝行というものが、できていなかったもんで、何か母親に親孝行をしたいなと思って、ふと考えた時に、実はうちの母親は氷川きよしさんの歌が大好きで、そうだ、じゃあ氷川きよしさんの歌を覚えて母親の前で歌って聞かせてやろうかなというのが、まず歌い手になるきっかけと、今考えればそんな感じです。お母さんはお元気で？その歌の好きな母親も一昨年他界しました。あら、お亡くなりになっちゃったですか。はい、いい母親でした。
いや実はね、私勤めがですね、病院だったもんでね、はいはい、お母さんにね10年ほど前ですかね、はい、お会いしたことがあるんですよ。で古畑健二さんとね、はい、当時から存じ上げておりましてね、それで古畑さんのお母さんということでね、はい、お行き合いしたんですけれども、その時にね、はい、いやうちの息子は歌手だと、目指してるか、当時目指したか1年目ぐらいだったかね、その頃にね、はい、お会いした時にね、いやうちの息子もねその歌手なんだけれども、できてその歌手を皆さんの前で歌えるのはもう本当に皆さんね、地域の皆さんで私なんかも含めてね、皆様方のおかげですと。ああ、そんなこと言ってましたか。そうなんですよ、ありがとうございます。まあ本当に多分自分ちの息子さんなんでね、まああんな下手な息子なんだけども、皆さんが、こう盛り上げてくれて歌手でいられるんだというような話とね、本当にねこれからもね、そうですか、うちの息子はぜひ皆さんね、取り巻きの皆さんで盛り上げてくださいみたいなお話をね伺いましてね。そうですか、そんないい話、まあ、宮坂さんにそんないい話を今日聞けるとは思わなかったんですけど、改めてその言葉を聞いて、また10周年一つの節目として、今のその母親の言葉を胸には、またこれからもまた10周年15周年あ20周年と頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。頑張ってください。でまあちょっとね、ちょっと暗くなっちゃったんですけどね、気を取り戻してね、そのレパートリーっていうのは何曲ぐらいあるんです？はい、おかげさまでデビュー10周年を迎えることができまして、うん、オリジナルの曲4曲、うん、A 面 B 面合わせまして8曲先生に作っていただいてあります。その他に氷川きよしさんの歌を中心として、うん、そうですね、譜面がな歌詞カードがなくても歌える曲が、うん、まあ、おかげさまで、50曲ほど歌うことができるように最近やっとなってきました。うん、そうですか。はい、ありがたいことです。またテレビとかラジオにも出演されてるそうなんです。はい、まあ、数多くというふうに言いたいんですけども、ここもね2度出させていただいたり、ラジオの番組にも出させていただいたり、千曲市の方のケーブルテレビの方にも出させてもらったりしております。あ、そのどんなような歌、内容的にはどんな歌が多いですか？そうですね、恋愛の曲とか。いや古畑健二、どこから見ても多分その、恋愛というかの雰囲気じゃないとは思うんですけど、うん、宮坂さんどう思いますか？やっぱりド演歌という感じじゃないでしょうか？なるほど、そうですね、はい、ド演歌、ド演歌というよりは、ね、まあ、演歌っぽいね、そうですね、服装もそうですよね、はい、またたびものとかいろいろ、はい、そういった曲も古畑健二のオリジナルの曲にありますし、うん、はい、そうですか。その素晴らしいお着物も、はい、今日は、ね、それはやっぱりそういうもので高いもんでしょ？これは実は古畑健二の、自慢ではないんですけども、うん、追っかけのファンの方からいただいた着物でございます。これで多分、4着ほど、はい、追っかけっていうのはさ、はい、若い女性の皆さんがねキャキャキャと言いながら、はい、若いですよ、歌手の後を追っかけて歩いてるの、なんか間違ってんじゃないか、追っかけっていうのは知ってますか？ちょっと一言足りなかったかな、うんうん、昔、うん、美しい裏若き乙女の皆さんが今古畑健二の追っかけをしていただいております。なるほど、はい、50年ぐらい前のお嬢さん。あ、ちょっと50年とは自分のうちから言えませんけども、はい、あ、なるほど、はい、それに近いかもしれません。あ、そうかな、はい、50年ぐらい前のお嬢さんで。そうです、はい、そういうことにしておきます。で、はい、さっきもねそのいろいろお話あったんですけども、はい、歌手仕事じゃね、はい、実は松代にもよく来させていただいてるんですけども、うん、某冊子メーカー冊子会社のリフォーム部で専門にリフォームの方をやらせていただいております。きっとこの、テレビを見ている方の中にも、うん、あれあの人うちの玄関の差し取り替えてくれた大工さんかななんて多分、思って見てくれてる人もいると思います。うん、その出演はあれですか、その大工さんの仕事しながらこの歌っていうのは結構大変なもんじゃないですか？そうですね、歌の方は、もう第2、第4の土曜日会社の方がお休みなもんで、うん、それと日曜祭日と、うん、ほぼいろんなところで歌わせていただいております。
そうですか、はい、やっぱり休む暇なんかないんじゃないですか。そうですね、あの見た通りまだ若いもんで、うん、そこら辺は大丈夫だと思うんですけどでも宮坂さんとそんなには変わりはありませんね、はい、あの体力には自信あります俺若いですよ。そうですよね、うん、そうですよ、はい、まだ頭の中が一番若いんだね。一番ですね、それが。そうそう、一番がね、はい、頭の中で、ね、でもあの松代 の、 あの本当にお客さんはいいお客さんがたくさんいて、あのお茶も出してくれたり、あのすごくあの先ほど歌の方でも言いましたけど人情味のあるお宅ばっかりなんで、非常にあの松代の町の仕事は大変やりやすいです。あ、はい、そうですか、ありがたいことです。ところで、はい、さっき10周年ということなんだけども、はい、なんか10周年記念のライブするそうじゃないですか。はい、またいいとこに振っていただきまして、あのちゃんと用意しておきました。そう、はい、実は、はい、こういったあの、古畑健二、スペシャルディナーショーということで、筑摩市の共選閣の方であのちらっとやらせていただこうと思っております。ちょっとディナーショーというとさ、はい、9月の23日です。ちょっとお酒もあるんで。そうです、宮坂さんはお酒苦手だって話聞いたんですけど、うん、誰どうしてそういう大丈夫ですか、嘘を言うの。あ、大好きですよ。それではぜひあの、うん、お酒の方はたっぷり用意してありますんで、またぜひ皆さん、じゃあ私宮坂さんともども お出かけいただければと思います。ぜひ、ね、お伺いしますよ。ちょっと宣伝させていただきます、うん、まあいいや、その代わりあのサービスしてよ、はい、当日は、はい、ついでにあのこういうのもまた宣伝するの、はい、これはあの、うん、古畑健二のオリジナル、あの全国版であの、カラオケダムジョイサウンドに乗っております風遍路という曲も一昨年出しておりますので、ついでに宣伝させていただきました。すごい、ありがとうございます。古畑さん、はい、ところでさ、はい、すげく嬉しい話なんだけど、はい、酒井さん、はい、なんかね、私のためにね、御嶽海の歌をね作って歌うそうなんですよ。はね、ありがとう、素晴らしいじゃないですか。あのそんな申し訳ねえね、私のために曲紹介していただくのは大変ありがたいんですけど、うん、あの宮坂さんのために、うん、ああちょっと誤解されてるかと思うんですけど、あのこれはあの御嶽海のファンの皆さんのためにということで、先生が作っていただいて、それを今一生懸命、でもいやそれさ、宮坂さんも御嶽海のファンですよね。そうですよ、大ファンですよ。宮坂さんのためと言っても間違いじゃないですね。俺のために作ってくれたの。はいはいはい、嘘でしょ。そういうことにしときましょう。しとくの、はい、じゃあ俺のために作ってくれたんじゃなきゃね、ええ、今日はね歌っちゃダメだよ。じゃあこのまま帰りますか。まあ帰っちゃいけねえな、うん、せっかくあのきっとね御嶽海のファンに多分宮坂さん、うん、怒られると思うんで、ぜひ歌わせてください。そうか、はい、うん、分かりました、よろしくお願いします。それでは、なんだ、はい、松代の皆さんのために、はい、御嶽海の、はい、それでは聞いてみてください、はいはい、あ、そっちね、待ちに待ったよ郷土の誇り、木曽で育った若武者がみんなの期待を胸に秘め、今日も稽古に精を出す、頑張れ得意の突き押しで、君その暴れん坊御嶽海。夢は大きく眼を開き、
負けるもんかと食い下がる御嶽山に願かけて意地を貫く男よ根を張れ胸張れ土俵では貴その暴れん坊御嶽海皆さん、はい、いい歌でしょ。いい歌だね。聞いてるわけでしょ。着物もいいし、ね、酒をお酒入ると最高にいいじゃないの。私のために作ってもらった。あ、そう、嘘でしょ。違うんでしょ。よく知ってますね。そうですよ。はい、これはね、うん、山寺定山亭、はい、9月1日からね、はい、10月31日まで、四季のね、微笑み、そうだね、そういった展示会、写真展をね、行います。はい、宮本さんって方がやってらっしゃるので、ぜひまたあのお出かけいただければなというふうに思いますね。はい、はい、お願いいたします。はい、ということで、はい、来週は、はい、しゃべくりますしろですけども、はい、この第7回自治体学会でね、田村明さん、まちづくり賞っていうのをちょっと夢空間がね、受賞したので、そのお話をちょっと田村理事長に来て、そうです、そうです、はい、それをねちょっと聞き、はい、お聞きしようかなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、わかりました。で、今日はですね、ちょっと特別番組っていうことで、はい、これから皆さんご案内して終わった後、うん、今日はね、マッスローに、学校法人立正大学学園ね、これの人たちでマッスロー研修来たんです。で、13人ほど来てますんで、その先生、鈴木先生なんですけどね、来ていただいてちょっとお話を聞ければいいかな。なるほど。はい、まあ、ちょっとぶっつけ本番でやりますんで、よろしくお願いします。はい、そんな形でよろしくお願いします。はい、じゃあ、そういうことで、はい、まあ、この後も続いて、あ、続いてね、ちょっと時間5分ぐらい余裕持ってやってもらうかな。はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。それではこれからの、あいつも違うな、5分後のしゃべくり待ちの、はい、特番、はい、それと来週の、はい、普通の放送、はい、ぜひ、お楽しみに。はい、よろしくお願いします。よし、はい、お疲れさんでした。それそれそれくらい松代、また見てね。